はい、ジュンジーです。ではアイワナリーチザムーン亮太さんとの同時進行アイワナ続きをやっていきましょう。まあ、前回お話しした通り、まあ、ロケットのパーツは全て揃いましたので、まあ、今回からはこのロケットに乗って、まあ、もしかしたらエンディングかもしれませんが、多分ね、あの月に行くんじゃないかなと。で、月、まあ多分道中ラスボスみたいな構成だと思うんですけども、まあ乗り込んでいきましょうか。早速ではゴー。お、あ、キッド君が窓から顔出してる。かわいいね。行ってきまーす。まあ、地上編終了。お、これは月に到着したということか。でもこれ上押せないから帰れませんね。左は行けないと。おー、じゃあ行きましょうか。それにしても本当に雰囲気作りがうまいですね。今私あの音楽を聴きながらしばらくこの背景を眺めていたんです。おお、こんなのも飛んでくる。うわー、もう本当に広い宇宙に放り出されて、うん、この宇宙、この空間を巡ってるっていう、このちょっと調べようか。うん、あの雰囲気がしっかりと作られていますね。行こう、先に。どんなことが待って、うわー、トゲコンボたちは地上でも宇宙でもいらっしゃるのね。難易度上がってる？上がって、まあまあ、やっぱ難しめにはなってるね。うん。プラスアルファみたいな感じ。よしよし、いけた。で、セーブ、ん？あれ？あ、押してくのか、あれ。ああ、そういうことか。じゃ、ちょっと一回リスタート。うわ、これ、最速で作れるか。ああ、最速厳しいか。一回ちょっとちょびっと押して。うわあ、むずいぞ、これ。難易度、これかなり上がった気する。あ、あ、そこでいいか。2つ見送って、いや3つ見送って、ここで入ってく。あ、違うわ、むずいぞこれ。亮太さんも嘆いている頃でしょう、この難易度に。道中がこれだと多分ボス戦もかなり厳しくなってきそうですね。ただってことはボスはいるってことですよね。つまりは、あ、ここ乗れるんだ。乗ってちょっと休めはするけど、まあ、休んでる余裕なんてもちろんないんだよね。ひとまず最初の攻略分かりました。これですね、あの限界セーブブロック、ここにあるんですけど、限界にとって、で、最速、リスタート最速で右押し。これでちょうど1個目はくぐれます。あと、こっからはもう頑張っていくしかないけど、でも1個超えられれば、あとは、うわ、しまった、先っちょ。開幕ダッシュ、これ。もうかすってんじゃないかという気持ちにすらなってしまうが、まあ当たってないんだよね、キッド君。よし。ここね、ここ結構難しい。この切り替わり際が、なんか、いやらしいんだけど。よし、次押し切ってく。押し切っていけるでしょ。来た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 。よしよし、 OK。 なんもないよね、この1区間。セーブあるよね。よしよし、むず、あ、いろんなギミックが、地上にあったいろんなギミックが集結してるということか。そういうことだね、これ。うーん、考えていこうか。まあでもここはまずは一通り、うん、待てよ、これどうしていくんだ。とりあえず赤、あ、しまった、赤は打たないとこれいけないよね。ああ、なるほど、打って戻ってきてか、下行くのか。で、ノーセーブでそれをやらなきゃいけないから、まずはこう行く。で、あれ？穴があったら入りたいってわけじゃないけど、なんか飛び込んじゃったね。うん、そうだ、赤だから下は全然関係ないんだ。だからこうして、まずは破壊して、戻ってかなきゃいけないんだけど、これまたむずいね。で、帰り、リバースバージョンがちょっとまた難しいけど、よし。一回渡っちゃった方がいいか、こっちに。で、下に着地。黄色打ってまた戻ってくるんですね。で、緑打って、あー、なるほど。わかりました。流れがわかった。あとはできるかどうか。わかるのとできるのはちょっと違うからね。で、ぐわっといく。よしよし、来れてる来れてる。初回いいね。初回いい感じよ。そこね、結構難しいと思うよ。よし、来た。で、しまった、なんで頭打っちゃったの、もう。まあまあまあいいでしょう。難しいっていう気持ちで、もう腰を据えてやっていくしかないね、これは。よ、ただまあ慣れてきたら一気にブーストかかると思うんで、その時の自分を待つか否か。よし、そしてオッケー、危ねえ、ここちゃんと。で、あー、なるほど、打ってそこか。ほっ、よし。で、これでもうあと頭ぶつけなければいけるから。来た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 。セーブプリーズ。オーケーオーケーオーケー。あー、ここはあのピラミッドのスフィンクスゾーンかのパズルですね。まあとはいえ、とりあえずこいつは撃つ必要がありそうか。それ撃ってくか。とりあえず撃って入ろうか。
よし、これで次は下これ折っちゃ、あーダメか、そうで地面ないか。でもこれってピラミッドのスフィンクスゾーンのパズルの場合はこのレーザーを特定の場所まではめ込まなければいけなかったんですけど、ここ別にはめ込み先ないもんね。ってことは通り道を作ればいいのか。通り道ってちなみに右下ダメだから右か。これ壁、あ壁か、これ壁なんだ。じゃあ乗れるんだ。そしてとりあえずこんな感じで切ってけばいいのかな。これぽいな。待ってね、それ最初のそいつをどかさなきゃいけない だからこう来てこっち来て、でもそいつ待って、これ切ったら下行かない、あ大丈夫か、こうなるか、あで戻ってけばいいんだ。ん戻れるこれ、あ戻れるか、あで右、おお、それほどなんか難しくもなくもなくもないみたいな。よし、じゃあひとまずセーブ取って、次はこれなんだっけ、ああスイッチングギミックか。そしたら淡々でそこつくから、1回で淡々でいくか、淡々こういくで、ワンジャンプで赤点、あもうくっそ、そうなるか。じゃあツルジャンか、ツルジャンでいかなきゃダメだから、こう、あ違う違う、こう、ここか、ここからこう入ってツルジャンで上、でここはトゥルじゃなくてもいいんで入る。それなんだっけ、これなんだっけ、ああそっか、打つと上がってって、あ乗れはしなかったよね、確か乗れはしないよね、あれ乗れないよね、そうだよね。そしたらこれまず何すればいいかというと、そいつを上に持ってかないといけないから、こう打ってひとまずは上に上げていくということか。あーこういうことね。でそしてまた淡々で同じ位置だよね、だからこうして、あーなるほど。であとはトゥルジャンで上がっていけばいいのか。うわー針出てんだよなこれ、トゥル、あトゥル、よしよし、あーここいけるね、ここはいける、トゥル、危ない危ない、トゥル、よしよしよし、でトゥル、よしよし、でどうしよう、こう、あグワッとジャンプでいこう、グワッとジャンプで下に、よしよし、でこいつを上に上げてくんだけど、じゃあもう一回下に行かなきゃいけないんだこれ、あーそうで、ここは限界だもんね、なるほど。そしたらトゥルジャンか、トゥル、よし、で同じことをやればいいだけ、トゥルジャン、うわしまった、行き過ぎた、もうなんていう、あこう上に上がっていくところ結構繊細な入力がここね求められますね。まあ、だけどもう感覚は身についたんで、サクサクと、それはまるでウエハースチョコかのようにいけるでしょう。でグワッとジャンプ、そして一旦これまたリバースしなきゃいけないってのがなかなか難しいところですが、トゥルジャン、よし2回目ね、まずは入り込む、でトゥルトゥル、そうトゥルトゥルでもう一気にいっちゃう、トゥルトゥルと、よしオッケー。そしたらここが待ってね、ワンジャン、ツー、ツージャンプの、待って待って、これどうやっていく、どうしよう、ジャンプここさトゥルジャンしちゃったら、じゃあもう一回来なきゃいけない、二段ジャンプ多分これ当たるよね、ここでジャンプしたら当たらない、あよしよしよし、ならばいい、ならばいい、ならばいい、よし、ならばいいぞ、ここだったら当たんないのね、よしよしよし、これで越えられたからトゥルジャンでそこに降りて、こうこうか、よしよし、じゃあこうこう行くよ、ほっよっ、いけ、あ来た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 、セーブ。おやおや、ここは氷山ステージ、その氷山の洞窟ステージのギミックではないか。しかも結構複合されてますね、これ触れたらああなるから、まずはスイッチングで戻っていくけど、こうしちゃうと厳しくなるから、まあでもやってる、やれないことはないが、そして逆さま、まあ多分ここちょっと違うと思うけどもね、で下降りられる、ワンジャン
どうするこれ、ワンチャン抜けて、ワンチャンこうか。あ、触れてないの。あ、でもこれって針スイッチングさせたら、あ、絶対さっきみたいになっちゃうから、結果やっぱり超えていかなきゃ。あ、そしてそこ2回当てないといけないんだ。さっきたまたまいけたけど、こうしなきゃいけないんだ。うわー、なるほど。じゃあこれも正規ルートってことか。でここは2回触れないといけないんで、あ、もうそもそも落下早いのね。難易度上昇がなかなか凄まじいですね。そしてここもノーセーブという。いくよ、ほっ、きた、オッケー。で、あ、またまた、あ、またまた、あ、違う、あ、それ触れちゃいけないのか、逆さまギミックは。あ、まあでも触れてもいいか。触れてちょっとタス乗りみたいな感じにはできそうか。ってことは触れた後に、よ、触れてこう乗る、よし、それでいいか。でワンジャンで掴んで、よしよし、これでいいか。ダッシュ、そこスイッチさせる必要ある？ある。あ、まあその方が楽になるんだ。そうだね、ちょっと行きますね。なんとなくで行きます。ほ、あ、しまった、くっそ、やっぱなんとなくちょっと不安だな。まあ、一気に駆け抜けちゃってもここは良さそうですかね。駆け抜けろと言ってもなかなかそれが、あ、下か、難しいのではあるが、いけますかしらと。よし、来た、うん、一気にいっちゃうか。これもうタンタンタンで攻めてって良さそうな気がするが、あ、そうね、突っ走っちゃった方がいいねこれは。さあここは、うーん、あー、でも最後落とし穴あるから、グワッとトゥル抜け、あ、よし、わかりました、いきます。ほっ、でふわっといって、一回、ちょっと待って、くっそ、ダメだ、距離が出ない。いやー、りょうたさん非常にこれ難しいですね。うん、りょうたさんもきっとそうつぶやいている頃だと思います。さていくよ、ほっ、でスッといって、でここも来た、でここはワンジャンプで抜ける、よし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 、 OK。 でセーブって、ちょっと一回戻って下は、あっ小ネタあるね、デンフェロックさん。ここにダディがいるとはね、ダディが。よし、そうしましたらこのマップを越えたら今回は終了したいと思います。じゃあ行きましょう。上行けないから、これワンジャンプになっちゃうやつだよね確か。下は、あ、ここはないのか、ダディはいないのね。で、打つと切り替わる、ワンジャンプだから、こうか、多分そうね、当たり際にジャンプ、あ、お、あ、これむずいな、うん、下に、あ、しまった、そうか、2段ジャンプできないんだ。下に青いブロックあるのは何ででしょうか、ちょっと謎だな。こ、あ、そうか、そうか、トゥルジャンができないから、え、だとしたらこれ、うん、どうやってくんだ、ここまでは合ってるよね。あ、待って、2回打つ、それか、タンタン、いや違うか、そんな手早くはいけないもんね。やっぱこう、そしたら次がいけないんだよね。あ、なんか背景変わった、なんか真っ赤になりましたね。なんだ、なんかすごく不思議な光景が今目に飛び込みました。普通ね、これリスタートすると結構暗い、まあ、宇宙ですから空間なんですけど、なんだろうね、なんか惑星に近づいたのかな。でここね、多分ね、打ってこう、なんかこんな感じで上がってくんじゃないかな。うん、なんかそんな気がする。だからジャンプジャンプ、あ、ぽい、そうかな、あー、なんかそんな気しませんかね。ほっ、あ、来た、うわ、でもすごいね、タイミングよくできてますな。うわー、そしてこれ、やりたいことはわかる、やらせたいこともわかるよ多分。うわー、そういうことだよね。打って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 、あ、いけるじゃない、いけるじゃない。でちょっと左側が気になるんで、ちょっと確かめる。お、あ、これ上に行ける、あー、ちょっと上確かめたい。素早く素早く、よしよしよし、よくできてるね。そしてクワッ、あー、違う違う、もう一回、よ、クワッ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 と、よしよし、オッケーオッケー。で、あ、でもこれないか、基本的には切り替わり目も。あ、でここで前ジャンプで、よっ、あ、天井ありますねまあないとは思ったけども、まあ確かめてみました。なんかあの何、マリオの1の2じゃないけども、なんか上に上がれるのかなってちょっと思っちゃったんですよね。よっ、じゃあ先行こっか。クワックワックワッ
クワ、あ、またクワができない。うーん、もう一回ほっ、慎重に、よし、た、オッケー。で、こっからは、ん、え、どうすんのこれ、え、もう二段ジャンプ取ってもう一回やっこいみたいな感じじゃないこれ。そうだよね。待って、これ どうやっていくの。そして、あ、間違えた間違えた、そうか、あの薄いグレーの星は二段ジャンプができるようになるんですよね。また元に戻るんですもんね。で、あの黄色いのが三段ジャンプか。あ、だったらいいか。ただこれタイミング、うーん、下に降りたタイミングでいくか。ここか、よし、とりあえず一旦これで戻ってきた。二段ジャンプができるようになったから、これでまあここは同じようにいけば、まあ、もしくは、うーん、どうしようかな、やっぱ同じようにいった方がいいか。何も変わらずにいった方がいい。ここはこっちの方がいい。下手に二段ジャンプ使わないで、グワッとジャンプで、つまりはこう、あ、待った待った、あ、そうか、そこで戻って、あー、うまくできてんな、そういうことか。とりあえず点灯位置を変えなきゃいけないから、あ、っていうかそんなことしなくてもこのままいければいいのか。このままいけばいいんだ、こうやってあそこで無理にこうスイッチして着地する必要ないか。そしたらここはジャンプジャンプ、あ、わかりました、いきます。で、結局3段ジャンプで戻ってこいってことでしょ。 OK、 いくよ、こういうこと、よしよし、来たプーンが来たよ。で、あれ、どっちも点灯しちゃってる。あー、っていうことは、っていうことは、あ、違う、そのまま行っちゃえばよかったんだ。か、こっから行ける、3段で届くかな。いや、それは無理か、さすがにあっちまでは行けないか。したら取って一回上に乗って1、2、あ、わかりました、行くよ、1、1、待って、1、2、3、行けるかな、緊張、よし、で、グワッとで行った。で、1、2、よし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 、 OK、 OK、 あ、待って、ボス戦か、これボス戦だよね。どうしよう、よし、そうしましたら今回ちょっと結構中途半端ですが、まあ、ボスのオートセーブ入ってもいいんですけども、まあ、ここで終了したいと思います。まあ、次回はね、ボス戦、おお、また惑星接近しましたね。ボス戦に挑んでいきたいと思います。なんか、うん、雰囲気的にはラスボスって感じがしますね。うん、で、まあ、お察しの通り、まだセーブができてないんで、まあ、連続撮りでこの後、ちょっとあの冒頭挑戦しようかなとは思うんですけどもね。今回のパートはここで終了したいと思います。では、りょうたさん、引き続き、まあ、もしかしたらラスボス戦になるかもしれませんが、一緒に頑張って戦っていきましょう。ですね。はい。では皆さん、ご視聴どうも、ありがとうございました。